大家好，我是志也，我是日本の長州。今日は日本の会社の就職面接で給与はいくらですかという質問をしてはダメという話をします。中国人の方は多分めちゃくちゃびっくりするんじゃないでしょうか。実は日本の就職の面接では聞いてはダメなんです。絶対に聞かない方がいいです。聞くとマイナスの評価になる場合がほとんどだと思ってください。今日はその理由について解説します。一つ目の理由、公開情報に書いてあることだから。新卒採用の場合、給与は募集要項に書いてます。書いてあることを質問するっていうのはちょっとバカなんじゃないかなと思われますよ。理由に、面接では実務に関する質問をすべきだからです。面接は一緒に働きたい人を選ぶ場です。もっと有意義な質問をしましょう。日本の面接にはそれぞれ意味があります。日本の就職面接ではだいたい3から4つの面接があります。最初、一次面接、これはバカを落とす面接です。最低限の質問の受け答えができるかどうか、最低限のマナーがあるかどうかを判断されます。これは減点方式で、減点されて点数が低いと落ちます。給料はいくらですかという質問をすると、給与が低いとうちに入社してくれないんじゃないかなというマイナスの印象を与えてしまいます。なので一次面接で質問すると大きく限定されると思ってください。二次面接、三次面接では現場の責任者が実務に関する深い質問をします。この人は本当に入社の意欲があるのか、本当に能力があるのか、そういったことを判断します。そういった場で給与はいくらですかという質問をするのは一次面接同様悪い印象を与えてしまいます。最終面接は社長や役員が出てきて総合的な判断をします。彼はとても忙しい人です。大変貴重な時間を使って面接をしてくれています。そういった場で給料いくらですかみたいなアホな質問をするとすごく印象が悪いと思います。なのでしない方がいいです。理由3つ目、給料は内定後に決まることが多いからです。なので決まってもない給料について聞かれても答えることができません。また一次面接などを担当する面接官には給与の決定権がないので、聞かれても答えることができません。ゼマパ、どうすればいいのでしょうか。方法はあります。方法1、面接官が希望年収はいくらですかと聞いてきた。その場合は給与についての話をすることができます。方法2、内定が決まった後に聞きましょう。内定が決まった後に企業は給与を決めることが多いので、その給与が決まった後にその給与でどうですかという通知が来ると思うので、それで判断してください。会社によってはこちらから条件面についての面談をしたいですという申し出をすれば給与交渉などに応じる場合もあります。そういった面談で給与の交渉をすればいいと思います。この時に給与についての話をすることは、もうすでに内定が出てこの人は入社してくれる意欲があると判断されているので、企業がそのような判断をした後に給与についての話をするのが良いです。入社意欲があるなと判断される前に給与はいくらですかと聞くのは良くないという話です。まあ、また内定後に給与についての話をする際でも、給与はいくらですかという直接的な質問をするのではなく、入社後の生活を具体的にイメージしたいので、給与や休日休暇システムについて詳しく教えていただけないでしょうかという丁寧な質問をすることが大切です。直接聞くと、印象は悪いですね。なので丁寧な質問をすることを心がけてください。中国では給与を聞くことは当たり前かもしれませんが、その当たり前を日本の面接に持ち込むと悪い印象を与えて、採用される能力を持っていてもそのようなマナーを知らないということだけで不採用になる場合があります。なので今日動画で伝えたことをしっかりと学んで日本の面接に臨んでください。今天的视频就到这里，如果你喜欢我的视频，请点赞三连，请评论我。日本の IT 企業や転職についてもっとこんな動画を作ってほしいという提案がありましたら、ぜひコメントや DM でその詳細を送ってください。中国語で送ってもらっても構いません。僕は機械翻訳を使えば大体意味がわかるので返信することができます。では、下次見。バイバーイ。My name is
場所は教室の隅、答えはシカトだ到底無理、聞かせてくれよ誇りと魂、出てきて叫べ命の限り、揺るがぬ信念、博士の実験、心の深淵巡り来る因縁、マインスポーツ大喜利で実証、最後都合灯火を失笑、 AI でヒューマンクロスオーバー、人愛さっきに限界は突破、逃げるは恥だが役に立つ、そんなわけないから勝ちに行く、昼間ない夜がない、踊らされない、転ばない、泳がない、このまま死なない、時期に耳に響き出す音楽はスピリタス、規模が違うステータス、頭一つで起こす奇跡、頭一つで生まれた命、頭一つで激しい刺激、頭一つで残した奇跡、頭一つで伝える指令、頭一つで全てを否定、聞こえた悲鳴、悲劇も喜劇、メイドインジャパンのこじらせ男子、昭和の生き残りマジな話、やる気はあるけどゼロキロカロリー、頑張り悲しい空回り、昔あいつが言ってた通り、 No No ここらじゃオンリー、はみ出し者へのラプソディ、届けるホークネス1、2、3、4、 IT 社会が生んだ産物、その名も AI、 頭脳のジャンゴ、探求重ねた膨大なデータ、笑いに参入大喜利ベータ、ペイバック10年前のアニメや映画、から得た無数のアイデア、描く空想から現実、交わる人と機械のこの記念日、頭一つで起こす奇跡、頭一つで生まれた命、頭一つで激しい刺激、頭一つで残した奇跡、頭一つで伝える指令、頭一つで全てを否定、頭一つで聞こえた悲鳴、頭一つで悲劇も喜劇、メイクマネーか AI 投資、アホ VC からの盛大フォーシー、調子こいてるディープマイン、あそこしごいてるソープマイン、耳開けてんのがハサビスよ、送る看護系サービスを、今日もボットが答えをライダース、明日は俺らが作り出す、風呂も大喜利上がったのし、全て飲み込むヤマタのオロチ、視線は遥か彼方の方に、掴むこの手でキャッチを通り、ひらめくかどうか一瞬の勝負、これに感謝キスの豆腐、呼吸合わせて投げ込む超級、人生かけて奇跡を起こす、頭一つで起こす奇跡、頭一つで生まれた命、頭一つで激しい刺激、頭一つで残した奇跡、頭一つで伝える指令、頭一つで全てを否定、頭一つで聞こえた悲鳴、頭一つで悲劇も喜劇、 I'm the human crossover、 ホークネス飛ばすだって百戦錬磨、頭一つ飛び抜け、 Next future、 人工知能より才能は開花、 Running 止まる気はなく、 Just do it、 口よりもコードピークワイヤ、ここが生きる場所、私はホークネスト in the future。